ねえ、君。ねえってば、聞こえてるよね。誰だよお前。俺に何のよ。君だよね。先週この路地裏でいけない取引してたの。あ？ごめん、覗き見るつもりはなくて。そうだったとして、それがお前に何の関係がある？ちょっと物騒だな。落ち着いてよ。お前の返答次第だな。その記憶すべて消して今すぐ消えろ。できないってんなら。君、何か勘違いしてない？僕は町を取り締まる警察でも何でもない。君たちの取引について教えてほしいだけだよ。対価は？それはもちろん、僕も手ぶらできたわけじゃない。ちょっと、君たちが欲しがっていた幻の天使の絵画だ。もちろん贋作じゃない。確かに本物だ。この絵画と君たちが持っている取引についての情報を交換してくれないか？そんなに分かりやすく絞らなくても。安心して、君たちのルートを邪魔する気はないから。なんなら僕との取引を君のチームが全て独占してもいい。他のやつとは絶対に取引しないと約束するよ。どうしてそこまでして俺のチームにこだわる？お前は何者で何が狙いだ？釈然としねえ。僕警戒されてる？どうしたら心開いてくれるかな。わかった。じゃあこうしよう。君の子分の一人が失敗した取引で半ば無理やり引き取らされたものがあったろ。ああ、一文にもならない呪われた探検とかいう大層な名前つけられた生クラッカー。おい待て、なんでお前がそれを知ってるんだ？その生クラ、僕に引き取らせてくれない？あいつが損した分の情報をいただけるならな。交換条件だ。この絵に描かれた幻の天使の居所の情報でどう？君たち裏の人間が競い合うようにして、その翼を目当てに調べ回っているだろう。あらゆるえげつない手段を使ってさ。そんなことしなくても僕が教えてやるよ。お前何でも知ってるんだな。さすが有能な情報屋さんだ。だがな、そんなうまい話俺が信じると思うか。そもそも幻の天使なんて、おとぎ話の中の代物だと思うかい？その幻の天使が僕の知り合いだとしたら。続けろ。打点の果てシリーズショートドラマ、取引の行方、謎の男、森坪文也、とある取引の男、西山優太、音かける戯曲 CD 打点の果てシリーズボリューム1、深淵序曲。2024年10月27日、 M3 2024秋リリース。